ちょっと、今忙しいのわかるでしょ？こんな時に早退するなんて、一体どういうつもり？空気読めないの？部長の宮本瞳が、眉間にシワを寄せている。あ、いや、大事な用事がありまして。仕事よりも？仕事より大事な用事なわけ？私が、ゆきちゃんのママの代わりになってあげる。俺の名前は山西康平。先月、無事定年を迎え、約40年間勤めた愛着ある会社を辞めた。妻と出会ったのもこの会社だった。入社して6年目、異動してきた上司は、なんとなく感じの悪いきつい性格で、俺の最も苦手とする女性だった。それが今の妻、瞳だ。人生、何があるかわからないものだ。瞳と出会った当時、俺は娘のユキを育てるシングルファザーだった。その頃娘は小学校に入学したばかり。ただ、娘といっても、俺の本当の子ではない。正確には姪っ子、俺の姉ユカの子供だ。姉は未婚の母だった。一人で子供を持つことに両親は猛反対し、中絶を勧めたが、姉は癌として首を縦に振らなかった。絶対に産む、自分一人でも立派に育て上げるんだと啖呵を切った。いつも優しく穏やかな姉が、いつになく声を荒げ、強い口調で両親に反抗する様子を、俺はそばで見ながら思っていた。俺だけは姉の味方でいてやろう。俺が力になれることはあるだろうか、と。その後、両親の反対を押し切り出産した姉は、生活は大変そうだったが、とても幸せそうだった。ユキが可愛くて仕方がないという感じで、大切に大切に育てていた。しかし、まだ小さなユキを残し、姉は突然言ってしまった。飲酒運転の車にはねられて。ユキと手をつなぎ、公園に行く途中だったらしい。警察も救急隊員も、ユキが軽傷だったのは奇跡だと驚くほどの激しい事故だった。いや、奇跡なんかじゃない。姉が全力で守った結果だ。事故直後、ユキは姉の腕の中で泣いていたという。姉はぶつかる直前にユキを強く抱きしめていたのだ。ユキの命を守ったのは、紛れもなく母である姉の愛。一人残されたユキを俺が引き取る決意をするのに、時間はかからなかった。両親は高齢だし、出産に反対したことで疎遠になってしまった娘と和解することなく、死に別れてしまったことに、ひどくショックを受けていた。娘である姉の面影を残すユキを育てるのは辛いに違いない。だからユキの親代わりは俺しかいないんだ。もちろん親戚たちは大反対。子育ては未経験、ましてや結婚もしていない俺が、いきなり3歳の女の子の父親になるだなんて無謀だとはっきり言われた。養護施設にでも預けなさい、とも説得された。冷静に考えればそうなのかもしれない。でも、理屈じゃなかった。姉が命がけで救った、あどけなく笑うユキを、ただ守りたい。そう思ったのだ。当時、まだ3歳だったユキは、何が起こったのかわからず、ママがいないことを、ただ不思議がっていた。ママ、いつ帰ってくるの？どこに行ったの？
何度も聞かれ、俺は言葉に詰まった。ママはお星様になったんだ。いつもユキのこと見てるよ。なんて気の利いたことを言えればよかったが。俺自身悲しみに暮れていた当時は、ママとはもう会えないんだ。そうとしか言えなかったことを今も後悔している。ただ、ユキが寂しい思いをしないよう必死だったのは確かだ。両親にも頼れないし、職場に迷惑かけることも多々あったが、周りに助けられながら仕事と慣れない子育てに奮闘していた。そして3年が経ち、ユキは小学1年生になった。俺も、そして両親もショックから立ち直りつつあり、生活も落ち着いていた。時々ユキを連れて実家に帰ると、両親は大喜びで迎え入れてくれた。孫はやはり可愛いらしく、ユキもじいじ、ばあばと言ってよく懐いていた。そのうち、俺の仕事が立て込んでいる時なんかは、実家で預かってもらうことも増え、俺もだいぶ気持ちに余裕が持てるようになった。新しい部長、宮本ひとみが異動してきたのはそんな時だった。当時は25過ぎれば売れ残りなんて言われてた時代だが、彼女は30過ぎて未だ独身。すごく美人なのに未婚だなんて、何かしらの欠点があるに違いない。俺はそう思っていた。案の定、いつもピリピリしていて、些細なことですぐ声を荒げるような宮本部長。元ヤンだなんて噂もあった。あまり深く関わりたくないような相手だ。美人だったから言い寄る男も一人や二人いそうだが、みんな腫れ物に触るような扱いで、近づく男なんて一人もいなかった。もちろん俺も例外ではない。でもそんな彼女が今では俺の妻。きっかけはユキの7歳の誕生日の日のことだった。大切なユキの1年に一度の誕生日。俺は仕事を午前中で終わらせ、早退させてもらうことにしていた。同僚は俺の家庭事情を知っていたし、毎年のことだ。いつもみんな心よく送り出してくれていた。ユキの誕生日は8月8日で、小学生のユキは夏休み真っ最中だ。俺の仕事中、家に一人で置いておくわけにもいかないので、実家に預かってもらっていた。ケーキやプレゼントを買って実家に行くつもりだったのだが、会社を出ようとする俺を引き止める人がいた。ちょっと、今忙しいのわかるでしょ？こんな時に早退するなんて一体どういうつもり？空気読めないの？部長の宮本ひとみが眉間にシワを寄せている。あ、いや、大事な用事がありまして。仕事よりも？仕事より大事な用事なわけ？なんだかユキを馬鹿にされたような気がして、無性に腹が立った。いつもなら右から左に流せる部長の嫌味だが、その時ばかりは無視できず、早退の申請はだいぶ前に出してます。ご迷惑かけるのはわかっていますが、娘のユキの誕生日なんです。部長にはわからないと思いますが、俺にとっては大事な用事なんです。すみません。早口でそう言って、俺は会社を出た。頭は下げたものの、部長に対して失礼な態度をとってしまったことには違いない。少し後悔したが、俺にとって勇気が何よりも大切なのだ。それだけは譲れなかった。もしかして、
今後部長の俺に対する態度が一層厳しくなるんじゃないだろうか。今でさえきつい態度を取られているのに。しかし翌日の部長の行動は思いもよらないものだった。出社するとすぐに俺を見つけ、つかつかと向かってきた部長。また嫌味を言われると身構えた俺だったが、部長はそっと俺にピンク色の紙袋を渡してきた。え？何ですか？娘さんに。え？驚いて紙袋の中を覗くと、鉛筆や消しゴム、ノートや下敷きなど、可愛らしいキャラクターが描かれた揃いの文具セットが入っている。娘さんの好みならいいけれど、私からの誕生日プレゼントだって渡してくれる？一日遅れちゃったけど。いや、なんで？娘さん、昨日誕生日でしょ？いや、そうじゃなくて、なんで部長が俺の娘にわざわざ。部長は一呼吸置いて話し始めた。私、ゆきちゃんに誕生日プレゼントあげるの、初めてじゃないわよ。部長はにっこり笑いながらそう言うが、俺はわけがわからず混乱した。どういうことですか？言ってる意味がよくわからないんですが。私、ゆかとは親友だったの。ゆか？え？姉と？姉は友達は多い方じゃなかったが、一人だけ親友がいるとよく話していた。でも、姉の話によく出てきてた瞳が、目の前の部長、宮本瞳と同一人物だなんて思いもしなかった。姉はよく言ってた。瞳がいなかったら、未婚の母になる勇気も持てなかったかも。瞳にはいつも支えてもらってるの、と。優しい友達がいるんだなぁと思って安心していたのだけど、まさかこの部長が？俺は信じられなかった。いつもピリピリした態度の厳しい部長と、姉の親友瞳がどうしても一致しなかったのだ。でも、ほら。そう言って部長が見せてくれたのは、スマホ画面に映るスクリーンショット。部長と姉のゆか、そしてまだ1歳くらいの小さなゆきだった。姉のお葬式で俺とも会っていたという。憔悴しきってたから声かけられなかったけど。でも、なんで今、ここに移動してきた時、俺がゆかの弟だって分かったんですよね。うん。でも、なんとなく声かけられなくて。でも、ゆきちゃんの誕生日だって聞いて、無性に会いたくなったの。大きくなったゆきちゃんに。部長はそう言ってうつむいた。でも、俺としては、はいそうですかと合わせる気にはなれない。部長と姉は背格好も同じくらいで黒髪のショートカット。なんとなく似たところがある。そんな女性に優しくされたら、ユキがママを思い出して辛くなるんじゃないかと不安だったからだ。曖昧な返事をしたまま、とりあえずその場は話を終えたのだが、翌日からの部長の態度はなんだかとても不自然だった。厳しかった部長が妙に優しくなり、しかも俺に対してだけニコニコと笑顔を向けてくるのだ。なんか変だなと思いながら、一週間が経ち、二週間が経ち、やはり部長は明らかに俺だけに優しい。これでは部長と何かあったのか、なんて変に勘ぐる奴も出てきそうだ。そんな誤解は絶対に避けたい。
そう思った俺は部長にはっきりと言った。俺にだけ優しいのやめてもらえますか。誤解されたくないんで。部長は一瞬悲しそうな顔をした後、少し頬を膨らませた。でも私本当にユキちゃんに会いたくて。それとこれとは違いますよ。とにかく誤解されるような態度やめてください。じゃあ一度会わせてくれないかな。ね、お願い。俺はしぶしぶ受け入れるしかなかった。ユキに会いたくて俺に媚びを売っているのなら、一度会えばそれも収まると思ったからだ。そしてその週の土曜日、俺はユキを連れて会社近くのカフェにいた。部長との待ち合わせは3時。チョコパフェを食べながらご機嫌で窓の外を眺めていたユキが、突然大きな声を出した。あ、ママ。視線の先には早足で歩く部長。事故で渋滞してて遅れてごめんなさい。その後すぐ部長は息を切らして俺たちの前に現れた。ママじゃなかった。ユキはそう小さくつぶやいた。やっぱり俺の恐れていた通り、ママを思い出し悲しませてしまった。そう思って一瞬部長に会わせたことを後悔した。でも顔を上げたユキは目をキラキラさせ、なんだかとても嬉しそうな表情だった。久しぶりだね、ユキちゃん。大きくなって。覚えてないか、私のこと。まだ小さかったもんね。部長はそう言いながら、愛おしそうにユキの頭をそっと撫でた。そんな二人の姿を見ていると、姉とユキが幸せだった時を思い出し、胸がぎゅっと締め付けられた。お姉さんのことは覚えてないけど、でもなんか懐かしい気持ちがするよ。またママに会えたみたい。ユキはそう言うと、無邪気に部長の腕に絡みついた。人見知りで、近所の人にももじもじしてしまうユキなのに、部長には全く警戒心なく近づいていることがとても不思議だった。でももうママとは会えないんだよね。ママ遠くに行っちゃったから。部長に頭を撫でられながらも、やはり寂しそうにつぶやくユキ。私がユキちゃんのママの代わりになってあげる。え、ママになってくれるの？ユキの顔がパーッと明るくなった。ちょっと、いい加減なことを言わないでください。そんな適当なことを言って、かえってユキを傷つけてしまうってわからないのだろうか。俺はすごく腹が立った。俺はユキの父親代わりなのだから、部長が母親代わりになるというなら、それはつまり。でも部長は俺をまっすぐに見てもう一度言った。いい加減な気持ちでこんなこと言わないわ。ねえねえ、今度は一緒に公園で遊ぼうよ。いいよね。ウキウキしながら話に割って入ってきたユキ。部長は優しく微笑み、もちろんよ。隣町の大きな公園行こうか。わーい。嬉しそうにはしゃぐユキの手前、結局俺はそれ以上何も言えなかった。その後、俺と部長とユキ、三人で会うことが多くなっていった。週末になるとユキが言うのだ。ひとみさんとハンバーグ食べに行きたい。ひとみさんと動物園行きたい。
早くひとみさんに会いたいと。そして俺自身の気持ちも揺れていた。正直最初こそユキの願いなら仕方ないとしぶしぶ会っていた。でもユキとひとみさんは本当に仲良く楽しそうで、その姿を見ている俺もすごく癒された。まるで昔から家族だったような錯覚さえ覚え、そんな自分に驚いてもいた。だってひとみさんは会社の上司で、しかも苦手なタイプの女性だったのだから。でも3人での休日を重ねるにつれて、俺はだんだん自分の本心に気づいていった。ひとみさん、ゆき、この2人と本当の家族になりたいと強く思うようになったのだ。きつい性格で苦手だったのは確かだが、ひとみさんは俺たちと会っている時はまるで別人のように穏やかで優しかった。なぜ会社ではあんなに攻撃的なのか不思議なくらいだ。そして3人で過ごす週末が当たり前になった頃、俺は正式に瞳にプロポーズした。瞳は少し驚いたようだったが、すぐ受け入れてくれた。そばで見ていたユキは満面の笑みで何度も飛び上がって喜んでくれた。その半年後、俺たちは結婚。俺たちの間に女の子が生まれたのはその2年後だった。年の離れた妹を愛おしそうに眺めるユキのその眼差しは、姉のユカそっくりだった。今、俺はふと考える。もし瞳が会社でも穏やかでみんなに優しかったとしたら、どうなっていただろうと。瞳は美人だし、きっと男たちは放っておかなかっただろう。俺なんかが入る隙もなく、あっという間に誰か他の男に取られていた可能性大だ。もしかしたら、ユキのために俺たちをうまく引き合わせようとした天国の姉の策略だったのかもしれない。だとしたら、姉ちゃん、安心してくれ。ユキは今、とても幸せそうにしているよ。この前彼氏ができたと家に連れてきたんだ。結婚する日も近いだろう。その時まで親として俺と瞳でしっかり見守っていくからな。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。